So you've got the zombies, with the scares, the violence, and the action. And it's all packed into one series. I'm gonna end this. Definitely gonna be a fun watch. You're not going anywhere. So I had played Leon in Resident Evil 2 Remake. When I got the call to do this project, I was super excited because that means I was continuing on in the universe of Resident Evil. I think it's fascinating what they're doing and how they're able to give it a whole new fresh look and build on the characters further and further. Leon? Claire? Leon とクリアっていううちのスターをちゃんとかっこよく可愛くファンの方にも喜んでもらいつつファンじゃない方にも気に入ってもらえるように 素敵な2人を作り上げたつもりです。 You okay? Yeah. Motion capture is a bit different because you have to imagine that everything is there, but because I'm so familiar with these stories and these characters, it's kind of easy for me to play pretend. As an actress, it makes you dig deep and really think about who it is that you're playing, from the mannerisms to the thought process to how dialogue comes out. Oh shit! Didn't mean to do that! You do things your way, and I do things mine. Stop! <笑>人間の動きというのは、いろんなノイズが乗っていることによって自然な動きが表現できているので、その辺がモーションキャプチャーは、まあ雑味になっちゃうかもしれないですけど、こういったリアルな作品では欠かせない技術じゃないかなというふうに思います。 今回のインヒートダークネスもより実写に近い映像を作るっていうところを目指したところに、ハスミ監督っていうお力が入ったことによって、より一層実写に近づいた形はしてます。ありがとう。フルCGアニメというものが初挑戦ではあったんですけど、ドラマとサスペンスを前面に打ち出したものにしたいので、ハスミ監督の今までの作品を見て、そういうタッチにしてもらいたいっていうオファーをいただきました。 He's a very smart guy, he's very creative. He's such down-to-earth person that you can discuss with and collaborate with. このセリフ言う前には間がなければ喋れないとかっていうのは実写ずっとやってて、ある程度分かってるんで、物理的なアクションだけじゃなくて、そういう心理の時の芝居としての間とか。 There's no way to describe it except. 本当にそれを生身の人間がやってくれると安心であるっていうか。 これがもしモーキャップなしの仕事だったら、多分アプローチを変えなきゃダメだったかもしれないですね。モーキャップでデータが全部揃いました。で、そういった時に CG に落とし込んで、カメラをつけて、2回撮影するっていう感じですね。特にカメラワークだったりとか、ライティングの部分に関しては、はっきり言ってくれる監督さんだったので、安心していいものに取り組めたかなというふうに思っています。 CGなんですけど、リアリティ出すために実写の撮影と同じようにしましょうっていうことです。例えば、一歩右にカメラマンが行くときに、ちゃんとバーチャル的にカメラマンが右に移動するっていうのを真似してアニメーションをつけてます。クリア、ゴー。そこを一番こだわってますね、今回は。潜水艦とか今回狭いところが多かったんですけど、そういうところは本当はボケ足深度が浅い方が絵はかっこいいんですけど、そうは撮れないんです、実際ロケすると。 そこはワイドレンズで撮ったりしてるような感じにしたりとか、バイオもともと非常に実写っぽいのコンテンツだと思うんで、そういうことをやってもちゃんと世界観は維持できるのかなと思ってました。今回の監督はとにかくハードボイルドとかフィルムノワール的な陰謀が絡んだストーリーですので、陰影のコントラスト、そういうところを徹底的に出してくださいという。ワンショットワンショット監督と事前リファレンスを通してかなり綿密に同意を取りました。 レオンは悪魔でもどんなシーンでもレオンに見えなきゃいけないんで、窮地に追い込まれて死にそうな状況でもライトのソースが限りなくゼロに近くてもレオンに見えなきゃいけないので、どうリアリティというものを崩さないまま本来のレオンに見せるかというところがすごい難しくてですね、勉強になることがいっぱいありました。 Rest in peace, assholes. I was just living the dream the entire time, every single day. I felt like a kid again. This is the first time that you're gonna have Resident Evil show, where you get to watch episode by episode. It's very exciting. うちの会社自体は非常に小さい会社で、ほぼ全て外部のパートナーだったりとかに協力してもらって制作をしています。
日本のものづくり量では勝てないかもしれないんですけど、一個一個作品が表現しているものに関しては十分世界に通ずるものができているんじゃないのかなと思っています。ハスミ監督と今回インフィニットダークネス描いたことによってレオンのまた魅力を引き出していただいた気がするので、バイオハザードとして25年間いろんな作品も作ったし、人気のキャラクターでも最近出てないっていうキャラクターもいたりするので、まだまだいろんな作品は作っていきたいなと思いますね。何よりもカプコンの小林さんがバイオの不安を第一に考えて全て判断してるっていう、これだからバイオってこんなに長く続いてるし誰も離れないんだなっていうのは勉強になりましたね。 This just keeps getting better.